なんかあのそのね、東京の中野界隈の本当に売れてない芸人が、うん、なんかしょうがなく出てる。そうしょうがなく出て、お客さんもしょうがなく来て誰も笑わないっていう、なんかあの自分が芸人であるということをね、認識するために出てるための、なんか看板を下げたくないから金払って看板を買ってるんですよ、あれね。4,000円ぐらい取られるんですよ。めちゃくちゃ払いますよ。もう4,000円払って、なんか本当に女芸人のファンのなんか本当にあのこれはもう差別的になりますけど、くせえおじさんがいっぱい来るんです。差別だよ、ごめんなさいね。なんかこれは別になんかこれ別に女性芸人のファンがそうじゃなくて、あのライブに来たおじさんは来たかった。それはしょうがない。それはしょうがない。本当にそうだったから、うん、だからみんな当時からソーシャルディスタンス取ってたもんね。